渡辺ミリアイは、日本の元アイドルであり、女性アイドルグループ、乃木坂46の元メンバーである、東京都出身。身長153センチメートル。血液型は O 型。中学生活も落ち着いて、いろいろ探した中、乃木坂46の2期生オーディションがあり、もともとも色クローバー Z を押していて、ライブに行っていたため、 自分もアイドルになって踊りたいと思って応募した。2013年5月3日、16人のプリンシパルドゥでお披露目された。同年8月4日、全国握手会、千葉幕張メッセでに帰省初パフォーマンスを行い、走れ、バイシクルで伊藤佳林と初のフロントダブルセンターを披露した。2015年2月2日、渡辺ミリアイの個人ブログを開設。2月22日、 乃木坂46サードイヤーバースデーライブで正規メンバーに昇格した。同年6月3日、和田麻也と共に NHKR の法則の第6期 RS メンバーに決定。2015年12月25日発売のラブベリーのボリューム1でファッションモデルとしてデビュー。2016年6月10日、乃木坂46時間 TV で秋元真夏。 佐賀ラ・より鈴木綾音・ア音渡辺・ミリアイの4名により、真夏さんリスペクト軍団を結成した。渡辺は、氷担当。同年12月17日公開のアニメ映画、好きになる、その瞬間を、告白実行委員会のエンディング主題歌に参加、映画本編に声優として、生徒役で、初出演した。2017年3月15日、 乃木坂46のセブンティーンスシングル、インフルエンサーのカップリング曲、風船は生きているのミュージックビデオが公開され、初のアンダーセンターを務めることが明らかになった。3月22日、乃木坂46アンダーライブ全国ツアー2017、関東シリーズ、東京公演の開催が発表された際、乃木坂46の公式サイトに、 乃木坂46からのお知らせと題された動画が掲載され、渡辺が決意を表明した。同年4月2日、乃木坂46ののの第209回放送分より、第11代目の MC に就任した。2018年6月9月、乃木坂46版ミュージカル美少女戦士、セーラームーンでセーラー戦士の一人、セーラーマーキュリー役を演じた。 2019年にサードシングル、シングアウトにおいて初選抜入りを果たした。2020年1月9日、乃木神社で成人式に臨んだ。2021年3月14日、自身の公式、インスタグラムを開設。同年5月16日、伊藤純奈と共に卒業することを発表した。同年6月9日、乃木坂46の二セブンスシングル。 ごめんね、フィンガーズクロストで、卒業。最終活動日は8月31日。同年8月31日、ファースト写真集、消極的な華やかさが発売された。愛称は、ミリア、ミリアタン、ミちゃんキャッチフレーズはダンス、ダンスダンスダンス。将来の夢は女優。おばあちゃんが、詐欺に愛想そうになったのを阻止したことがある。お酒には弱い。 食生活アドバイザーの試験の勉強をしている。ラベンダーの香りのするエプソムソルトを入れて、摂氏41度の湯船で反復よくするのが習慣。筋膜リリースをライブ後にすると疲れが取れる。2020年1月8日配信の、乃木帯で2020年の目標として渡辺ミリアイ、ファースト写真集を出したい、朝ドラに出たいと発表した。写真集を出して、 今の自分自身を作品として残したいと思いを語っている。好きな花はアイスランドポピー。英語を独学で勉強中。古着屋さんに行くのが好き。憧れのブランドはノリコナカザと安倍晋之助のファン。マイブームは読書。おすすめの本はジベルギーの食卓。絶望の底で夢を見る。香水はジル・スチュアートとジャムロン。ボディクリームはベレダを使用。 お花の勉強を始めたいと考えています。ゆくゆくは資格が取れたらいいなと思っています。日日ゼコ実という言葉を胸に生きてます。趣味はカメラ、写真の加工、人の方を触ること。特技はバレエ、テニス。2018年頃からダンス教室に通っている。乃木坂46のサードアルバム、生まれてから初めて見た夢には渡辺がセンターを務める。 セブンティーンスアンダーメンバー曲、君が仰いでくれたが収録されている。フォースアルバム、今が思い出になるまででは、北野ひなこと、ホーリミオナのユニット曲、ゴルゴンゾーラが収録された。活動してるユニットは、プリン界。仲良しコンビは、宇宙兄弟、大食いスターズ。ダンスについては、インフルエンサーは、個人的に一番踊りやすい。自分が楽しんで踊れる曲。 他の星からは独特の振り付けが好き。きっかけが好き。聖志郎さんの公演を見に行って刺激を受けた。ダンスの道に進む子がいないなら私が開拓したい。全国ツアーのアゲンストの一部分の振り付けを考案したこともある。乃木坂46小地坂46乃木坂46ありがとうございます。